はい、時刻は0時となりましたリオチのミタイタルラジオ今週もよろしくお願いしますこの番組のお相手はリオチと山内ですはいということで寒くなってきましたね、はい、今日収録は10月の12はい12ですね、はい、もう10月ですよ早いね早いですよ <laughs> この前まで夏だったてか春だったような気がするんですけどね春 春あと私始めたの春ぐらいじゃないですかこれそうねですよねなんか早いよね先日考えたらもう20回目ですからね何気にって、はい、皆さん20回目お相手 <laughs> してくれてありがとうございますそうねはいねえみんな毎週本当に聞いてくれてありがとうございますねはい何ですかこのまったり感まったり感ですよまあ夜だからね確かにね 深夜といえばなんか零時今放送0時ですけど、はい、なんかラーメン食べたくなりませんそうっすかえ若いんじゃない嘘カップラーメンとかなんか夜食に食べたくなりませんあーなんかもうそういう感じでもないですねなんだかっつったら酒飲んでるしね <laughs> あーそっか私最近飲んでないんですよああそうなんだはいなんか次の日休みの時ぐらいしか飲まないすああそうなんだねなんんか飲んで次の日を、うん 起きると頭ボーっとしちゃってなんかもう仕事になんないんであはちょっとね飲むのやめましたねえそんなに影響あるんだそうなんか多分熟睡できてないあはいはいはい、はい、睡眠浅い睡眠が多分ずっと続いてるんで<ー>なんか目がシャキッとしてないんですよねえ<ー>なんで私はなんかもうちょっとやめようかなと思って体にもよくないしでもそれで夜ラーメン食べてたらトントンな感じしない 食べないですよ食べ,ない食べたくはないあ食べたくなるだけね食べたくなる誘惑と戦いながら寝てますねああなるほど、はい、俺は大体毎日酔っ払って寝てるから <laughs> そんな誘惑はなかなかないですねいや羨ましいようななんだかよく分かんない感じですねんかいつも頭はぼーっとしてますよああそうだそれが私嫌なんですよねなんか眠いし朝。 眠いですよね。でもお酒飲まないで寝て起きるとシャキーンとします。あ、そう。あ、もう今日も頑張るぞみたいな感じで。そうね。はい。どっちも一緒だよ。俺いつもぼっとしてるもん。あ、本当ですか。はい。眠いし。眠いですね。私も眠いですけど。はいはい。ということでこの番組では皆さんからのベードの募集してます。 えーとメールアドレスはりおち。クジー g m a i l c o m まで送ってください、はい、また毎週水曜日18時ごろから番組の収録をツイキャスと YouTube で生配信してます、えー、ツイキャスは FM 技能セカンド y o u t u b e はりおち17大出血これ検索してくださいね、はいえー、放送中のリスナーさんのコメントを読んでいきますよ ツイッターはハッシュタグリオチラジオでつぶやいてくださいねナサルグトゥニケーサビだということで早速来てますツイキャス<は>スプリームさんおこんばんはちゃんと来ました今朝の富士山陸は9度寒い, <laughs> 寒いね真冬以下だね沖縄の <laughs> あ、スプリームさんって読むのかそうス。スーパーメって読んでた <laughs> すごいね <laughs> すいません <laughs> なんて呼ぶんだろうね「スーパー ME」ってなんだみたいななるほどねはい、はい、ありがとうございます「せめてスーパー ME」って言った <laughs> そうです何で「目だっけ」「スーパー目」って <laughs> すごい目なのかなみたいな勝手に思ってましたそうね、はい、えー、あんつばさん来てますこんばんはこんばんはいはい皆さん、えー、引き続きコメントよろしくお願いします 今週は、あれなんですよ、はい、リクエスト曲を頂い,いてまして、珍しい。ちょっとかけてほしいなというリクエストがあったので、はい、えっと、何でしたっけ、JO1、えー。O、1 1> そう、JO1 の、えー、とスーパーカリーそう。スーパーカリーっていう、いちごジャムさんから頂い,いておりますので、<ー>早速流していきましょうか。流せます <laughs>

浮かぶ目地をくげすべて <Got it. S 1> フライヤー目指す先は遥か上のレボ <music> はいでは、えー、JO1 で「スーパーカリ」をお送りしました、はい、すごいかっこいい曲ですねかっこよかったね、はあ、いやーなんか歌唱力が半端ないんですけどはい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 、あ、えシ、ー、プリームさん来てます JO1 って最初 k p o p と思まった ははほぼ聞かないけどプレイリストには入れてる<ー>すごい、ね、そう私も K−POP だと思ったんですけど J−POP なの、J、日本人のアーティストさんらしいですね、えー、初めて聞きました僕ははい名前もなんか私も聞いたことないようなジャンルなんでなんかまた新しい発見があったなってうそうねかっこいい曲でしたねかっこいいですねダン,スダンスユニットなのかな、うんまあ、私髪の毛ボサボサになっちゃいましたね はい <laughs>、はい、ということでじゃ今日のテーマ発表していきましょう、はい、今日のテーマは「地元の特産品を紹介してください」ということで、はい、皆さんにメールを募集しておりましたはい来てますかねじゃじゃんと来てますねはい、はい、じゃ早速ご紹介していきましょうはい「はい、一家です地元の特産品は何でしょうか?」埼玉県としてなら深谷ネギ 深谷ネギはい、深谷ネギ有名ですね。ふっかちゃんとか知りません。超可愛い,いマスコットがいるんですけど。全然知らない。なんかふっかちゃん。ふっかちゃん。え、初めて。聞いたんなんか白い、白い物体がね、ネギ持ってるんですけど。<laughs> あれ、知らんよ。<laughs> 可愛いんですよ、えー。白い物体だと思いますね。あと武蔵野うどん。それは知らんですね。えー、うどんもそうなんだ。うどんはなんか意外と埼玉県は。 あの食べるっていうんですけどあの、えー、山田うどんとか知らんないやじろべえみたいなマークがあって黄色い看板にやじろべえマークがあるやじろべえって「ドラゴンボール」の話 <laughs> そっちじゃないです <laughs> えっ、ー? <laughs> そ「うにゃー」とか言わないですやじろべえってあのなんかこうバランス取る,あ,るいあ,あれのなんかマークがあるんですけどそっか あね、はい。ああせんべい,あ、ね、あんべい今あったよそういえばうち送られてきて埼玉の方が番組やっててはいはい、はい、あ埼玉といえばやっぱそうかせんべいそうかせんべい美味しいよそうかせんべい美味しいんですかた、うん、い,い,いし美いしいそうなんですよねで、えー、と地元の特産品としてお土産を配るなら最近よく青果の宝石にしています 知らなないんだろう本社が浦和で美味しいフルーツゼリーですよえ<ー>知らない企業では移転しましたが昨年までは島村の本社が徒歩5分のところにありましたああはいはいはい島村,島村あの洋服の、はい、へえ<ー>はいはいどこにあるかは知ってますへえ<ー>、はい、昔通学路のところにあったな島村 <laughs> 本社が、はい、でかいえー、でかかったかな分かんないですけど覚えてないです 通学路にあったんでしょ通学路にあったような気がします確か違う会社じゃないかえ島村ってひらがなで赤い文字でしちゃんとひらがなで書いてあった、はい、漢字で書いてなかったそ,それはないひらがなんです <laughs> あそうですかはい島村が全国区になって嬉しいです沖縄にもありますからねそういっぱいあるよ、はい、あとあと世界的に有名なヘルメット新井の本社が大宮ですねヘルメットを知らないな <laughs> <laughs> へえそう確かに島村はそう大宮宮原,宮原ですよね確か大丈夫ですか <laughs> 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 はい、はい、そうなんですよね「島村前に流行ったね」って島村って何ですかわかんないえあれですよね今日わかんないことが多すぎだな <laughs> それ篠田じゃなくてですか <laughs> ああシノラーかもしれないね<田>シプリムさんちょっと間違ってないかなシノラーは流行りましたねえー、そんなシプあまだあ大丈夫ですかしまむら間に合ってよ島村えー、知らないですそうなんだしでも島村って安くて、うん、たまに可愛い服もあるから結構おすすめです、うん、バカにできないです本当に俺もあのシャツを買いましたよワイシャツあいいですねあのなんだっけ スーツのワイシャツ、安いわけ、安いですよね。ええー、ス、うん、プリームさん来てます。武蔵野うどんボリュームあって好きよ。川越によく撮影に行くから食べる。<ー>山田うどんはふにゃふにゃ麺で好き嫌いが分かれるねっていうことで。ああ<ー>、うん、ふにゃふにゃ麺、<laughs> 私もでも言うて、私の実家の周りには山田うどんないんですよ。関東では有名なのこの武蔵野うどんとか山田うどんとか。えっと山田うどんは埼玉。 もうほ,ほとんど集中してて<ー>埼玉県民なら絶対知ってる山田うどんですねふにゃふにゃ麺なの一回しか食べたことないんですよ私も <laughs> 覚えてないです竜知埼玉県人だけどあんまり埼玉埼玉しないよねあんまり好きじゃないいやうんで山田うどんがまず実家近くにない なんかちょっとと田舎に行かないとないいイメージかなへー川越とかはよくあったんですけど私の蕨市はなかったです山道おはないです川越の方があ,あります一回川越の方に住んでたことあるんですけど田舎ですねえ<ー>ちょっと田舎ですね、うん、田んぼもあるし川越の方が有名だけどね有名ですねやっぱ小江戸川越っていいますからねそっか観光地になってますしねあだからかうんなるほど ワラビシって初めて聞いたもん。あ、本当ですか。まああまり有名じゃないかな。ちっちゃいし、そう。いいね。でもサイトもいっぱいあるね。ね、意外と探せば、うん、掘ればいっぱい出てきますよ。ね、はい。では次。はい。いやしさんこんにちは。<laughs> 今日の神奈川県横須賀は最高気温20度で肌寒いです。めっちゃ寒いな。今日のテーマはテーマが 地元の特産品ですが地元の神奈川県横須賀カレーが特産品として知られています、えー、あ横須賀カレーか食べたことないけど知ってる横須賀はアメリカ海軍の基地と横須賀海上自衛隊基地が同じ場所にあることから海軍の方が方たちが食べているカレーが有名になってますよ桑賢、えー、さんといただいてますねどなたですかね 初めましてですね。<ー>はい、神奈川の方。みたいですね。<ー>確かになか海軍カレーみたいなの聞いたことないですか。ナイスああ、横須賀でなか有名らしいですね。聞いたことあるの?。あります、あります。<ー>でも食べたことはないですね。俺何も知らんな。海軍、そう、海軍のカレーみたいな。 量多いのかななんか多そうですよね軍軍の人が食べるからああ量多いはずねうんだって沖縄のさこの基地周辺のさはい、はい、ドラゴンラーメンとかわかるわかんないですラーメン屋ドラゴンっていうあっち表記がさあのメニューも英語で書いてたりするんだけど、はい、へえめっちゃくちゃ多いよああじゃあもう山盛り山盛り 食べらんないもう麺なんて食べても食べてもずっとあるからね <laughs> 伸びちゃってさらに増えるやつじゃないですかそ, <laughs> そうだねうわ。だから横須賀カレーも相当な量じゃないですかかもしれないですねうん。でも美味しいはずねうん、うん、なんかもう横須賀カレーって聞いただけで美味しそうだもんねん美味しそうですもう名前が美味しそうですね <laughs>、うん、いいね横須賀横須賀 一回は,は行ったことないから行ってみたいですねああ僕も横須賀はないかもしれないね横浜はね横浜は私しょっちゅうありました桜木町とかも行ったしああいいよね桜木町、はい、横浜の名産は何だろう中華中華街横浜あとなんだ横浜横浜横浜んとか横浜って言いません なんだっけ<あ>あ<れ>横浜横須賀なんとか横浜でしょん <laughs> でしたっけそれは姉さんとは関係ないぞ <laughs> いやあ,あるんですよなんとかなんとかなんとかって <laughs> とかしか言ってないかびっくりする <laughs> あ思い出せないのがムカつく <laughs> あのー、なんだっけ中華街あ中華街中華街の前にハーバーハーバーハーバーじゃなかったでしけ 何か。知ってる人情報プリ, <laughs> プリース。プリース、プリーズカムミ。これ知ってる人でもさ、<laughs> 何をプリーズなのかが分かってないんじゃないかな。<laughs> ブルーライトシュウマイってよ、シュウマイだよね、多分ね。ああ、石油オーケンああ。いキーオーケンうん。あ、はい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 。シュウマイうまいよね。美味しいですね。うん、そう。あの。さ、この前、リ、リツイートしたんですけど。はいはい。 なんんか今どこだっけなん久米さ間違ってたらすいませんあのシュウマイに合う青森を作りましたみたいなへえー、シュウマイに合う青森が作れるんだねらしくてなんか今販売してるんですけどめっちゃ気になるんですよシュマイに合う青森ですよだからねピンポイントでねロックでシュウマイとすごい でもそういう売り方はもしかしたら大正解かもしれないね気になるもんねちょっと気になるんで今度買ってみようかなとぜひ感想を聞かせてくださいではじゃあ次行きましょううんリヨジさん山内さんこんばんはこんばんは普通のつばあんつばですあんつばさんはい普通のつばさんになっちゃったですね今日のテーマ地元の特産品を教えていいね大東の そうです。大統きましたよ。うん、今日の大本命、南大東島の特産品といえばうちの会社が製造しているラム酒。ああ。ああ。え、安藤さんあっちなの？そうです。コルコルの会社？そうですこコルコルです。いい俺コルコル昔取材しましたよ。ええー、そうなんですね。そうそう大好き。へえー、昔からあるのは大ん大統洋館。え、洋館がある。えー、大東洋館。 初めて聞きましたね。うん、大東寿司、それはもう美味しいですよね。もう有名。今、私喋ってる時に、よだれがちょっとやばくて <laughs>。やばいね、マスクしててよかったね。<laughs> はい、よ、よだれマンですね。よだれマンみれいだそうです。はい、シージャーキー。ですかあ、シージャーキーね。シージャーキー。こんな細いやつさ、あのマグロからできて、カリカリのやつ。へえ<ー>。牛を。で、最近はパイナップルや。 トウモロコシもあり、えー、マグロ三栄屋流房で販売されてて前はん南大東産と表記されてましたが人気になり他のマグロが売れなくなったので今は沖縄県産と表記が変わってるみたいですええー、す, <laughs> すごいですね、うん、ちなみにインガンダルマは販売してないので、はい、えどこで買えるんですかじゃあ南大東じゃない 南大東で販売してるのかな。南大東の居酒屋とかでは脱しますよってことだんでよ。一般には売られてないってことですか。えっと危ないもの。油で。いや。ええ<ー>。もう。なんていうの、もう。ずっと出るっていう。うん、<laughs> なるほどですね。でも美味しいらしいよね、とっても。<laughs> ほうほうほう。で、えっと特産品ではないのですが、リオチさんが食べたのは。干したインガンダルまで。え、国神村で作。 作る、ふう、冬、ゆ,ゆ、日干しに似てますかね。山内さん、干したインガンダルマはご飯にめっちゃあって、美味しいので、食べたいなら持ってきますよ。あ、ぜひぜひ。<laughs> ありがとうございますご。ご飯に合う。いいですね。あ法律で販売できない、そうです。あ、一般販売はできないんだ。法律があるんですねうん、うん。危険だからかな、あんつばさん。なんでだろうね。 それともあれかな少ないからかな数がねああ、乱獲されちゃうからとかですか、うん、えー、写真いただいてますねこれ大東洋館大東洋館ああ、俺聞いたことない大東洋館すごいこれ大東寿司ですね大東寿司はもう間違いないもんね,ね大東寿司いいな、ね、食いたいな久しぶりに大東寿司これマグロなんですかそうこれつけてるわけようんそれで別に 醤油かけなくてもうまいっていう。これなんですかね。これ、印鑑だるまなんじゃない。ああ、これ、なんか、パン、パンに見えました <laughs>。わ <laughs> からんけど。いや。いや、トウモロコシとかもあるんだね,ね。それは知らなかったですね、うん。あ、油が。人間が処理できない。油ね、印鑑だるまの。え、じゃあ、特殊な。処理をしないと。ダメだ、うん、あ、<メ>そう、油が。だから、こう、下すんじゃない。 うん相当な,なんかある油の塊なんですね,ねすごいねインガンダルマっていう魚なんですかはいっていう種類の魚はい今ですかはい <laughs> <laughs> あれ何と思って食べてたんですかいやなんかそういう部位なのかなと <laughs> <laughs> あなるほどですね魚です 大東寿司さわらだって俺マグロと思ってたさわらまいったええー、でもなんかマグロっぽいですけどねうんいやーおいしいその初めて食べた時大東寿司はすごい衝撃を衝撃だよねあれ美味しくてね本当皆さんね食べたことない人は絶対食べてください本当に美味しい本当うまい、うんなんか 気づかなかったらですけどサッチ出遅れたって。ああ <laughs> サッチさん来週のゲストだね。はい。そう来週、はい、サッチさんがまた来てくれるということでお待ちしてはおりますよ。お待ちしておる。<laughs> サブライさんが出てきた。<laughs> サブライさん出てきた。たまにサブライになりますからね。だって私サブライなんですか。かはい。ええー、そっか。逆にあれ山内さんは何城市でしたっけ？いや僕はなどっから何城市なの？出身出身。 僕は糸満生まれの那覇育ちで今は沖縄市だけどその前は宜野湾いたりどこいたりいろいろですよ幼少期はじゃあ糸満幼少期は糸満えっ、ー、と小学校とか幼稚園ぐらいから那覇ああ<ー>、うん、で年長いのはどこどこでなりますえもう今那覇越えたんじゃないかな沖縄市とか宜野湾かなはい切れちゃったよあれ

いっぱいありますけどそのだからその死,死で区切ったらどう何人があるんだろうなと思って死で区切ったら厳しくないギノワンは何かありますギノワンタイモイモタイモタイモタームへえあっひふみさん高ぼさんごっくんちょ,んちょこんばんは,こんばんはありがとうございますひいふみさん那覇の特産品って何ね <laughs> んかさ ね、沖縄でねくくで行けばなんかねゴー、ね、チャンプルー,ー,ーとかねいっぱいありますけどサートアンダギーとかそうそうそう私歴絞ったら何,何があるんだろうっていうねそうあでも儀乃はだからちゃんとタイもっていうのがあるんですよ儀乃のタームはいはいああ聞いたことあるかもしれないです、ね、で俺とかそういうんじゃないからんさい、まあ、そういうんじゃないんだよ那覇 <laughs> の 特産品はひ <laughs> フふみんさんということで決まりましたええ決めるんですかいいですよじゃあ那覇 <laughs> の特産品はひいふみんさんということですね <laughs> はい、はい、いいと思いますねじゃあひいふみ T シャツとか売,売りますかいいですね <laughs> すごい笑顔でひいふみんさんがあの顔が出てる T シャツをあの国際通りで売りましょう <laughs> あいいですね、はい、<laughs> うんそうねだから、はい まあ、分かるのは結局宜野湾のいもとかうん本んにこう絞っていえばな北部に行けば行くほどいっぱい名産ありますよね名古屋のパイナップルでしょあと最近あのさっきラジオ機内でやってましたけどコーヒーとか名古屋か分かんないですけど東村でしたっけコーヒーも,あで,もでも徐々に増やしてるってそうそう、えー、だ有名になってくると思いますここ数年で 金町は米がまたねうん有名ですからはいはいはいスポンサーさんの名前出さないとだからよね全財 <laughs> とかねあっ紅型特産品だよ食べ物に絞りたいんだよねあ別にでも全然ねいいんじゃないですか特産だからあ何でもいいのか何でもいいです何でもだったら結構ありそうだね確かに紅型とかはいはい あとは富城で言えばウージ染めとかありますかああそうですね。那覇、うん、ビールはってあれはどうなんですかねあれまだと特産品の域に行ってますからね。したら名古屋ビールがありますからね。まあそうですね。<laughs> あうしあ、ノーマンジュなるほど。うーん、あ水ビール <laughs> えー、そういうのもあるんだ。そうですね、まあ。あと30秒です。はい。 早いね。早いですね。超めっちゃ早くなかった？曲も書けましたからね。はい。あ今度はなんか私バンド組んだんでオリジナル曲ができたらちょっとバンバン曲流すとか。すげえ。思います。やるね。はい。他曲他曲じゃないよ他の番組にもちょっとお願いして売り込んでいきます。オッケー。大丈夫？人見知り。大丈夫です。はい。頑張りますよ。はい。はい。ということでじゃあ関西もよろしくお願いしましたっいうことでリオチと